中部電力のですね、説明会ということで、電力会社というということになりますとですね、皆様大体もう事業のイメージがこうついていらっしゃるのかなというふうにも思います。大体どんな設備を持っていて、どんな事業をしているのか、大体イメージがこう湧くよという方も多いんではないかなというふうに思うんですが、しかしながらなんですが、実は今はですね、この電力業界というのは非常に経営環境が大きく、今変化をしている、変わってきている業界でございます。そういった中でですね、この中部電力、今後会社の形も大きく変わっていきますし、また、事業の幅もですね、これまでないぐらいちょっと広がっていくというですね、非常に今大きな転換期を迎えている、そんな会社でもございます。従いまして、本日ですね、お話をさせていただく内容も、最初にこれからの当社の姿ということでですね、まずはご説明を申し上げたいなというふうに考えております。では報道等でですね、あるいはもう株主総会に出られてご承知の方も多いかと思いますけれども、来年のにはですね、会社を大きく分割をしていきます。すでにですね、今年も、事業をですね、少し外に出した、そういったところもございます。今どうなっているのか、またなぜそんなことをするのかといったことについてですね、最初のところでまずはご説明申し上げたいなというふうに思います。それから、2つ目としましては、業績だとか、株主の還元方針、あるいは経営目標、こういったことについて今日はですね、ちょっとここはですね、ポイントを絞ってご説明を申し上げたいというふうに考えております。で、最後3つ目のところでですね、ここでは経営目標達成に向けた取り組みというふうに書かせていただきましたけれども、新しい会社の姿で、今後どういった、その事業に取り組もうとしているのか、あるいはもう取り組み始めているのかといったことについて、この3つ目のところでお話を申し上げたいというふうに思っております。従いまして本日の話の内容はですね、中部電力の今後の姿についてというところにちょっと軸足を置いたご説明になろうかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。なおですね、前に移します内容と、それからお配りしました資料にカラーで印刷した資料の内容同じでございますので、適宜どちらかご覧いただきながらお話を聞いていただければありがたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。大体50分から55分ぐらいちょっとお話をさせていただいた後、質疑の応答の時間も設けたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは当社の姿ということでですね、最初に中部電力の歩みというところでございますが、手前ども中部電力は、1951年、昭和26年に中部地域におきまして、電気を起こし、送り、それを販売するという、一貫体制でこう、電気をですね、お届けする、そういう役割と責任を与えていただきました。以来中部地域の発展とともに成長してきた、そんな企業でございます。まさにですね、皆様に育てていただいた企業でございます。ちょっとここには書いてないんですけれども、実は株主様の構成を見ましても同様のことが言えまして、どういうことかと言いますとですね、手前どもの株主様は大体23万人いらっしゃるんですが、このですね、7割以上はこの中部5県下にお住みの方でございます。そういった意味からもですね、中部電力手前どもはですね、本当に地域に根ざした、そういった会社であるということでございます。そういった地域に根ざした企業であるということはですね、今後も変わることはないんですけれども、ちょっとですね、このスライドの中でちょっと字が小さくて申し訳ございません。右上の方大変でですね、ちょっと囲みをさせていただいた部分をちょっとご覧いただければと思うんですが、最近になりまして電力の小売の全面自由化だとか、あるいはガスの全面自由化、あるいは、送配電部門の法的分離といったですね、ものがですね、実は、進んできております。ちょっとその辺の内容を次のスライドで詳しく、ちょっと多めに、まとめてございますので、こちらの方をご覧いただければと思います。今進められておりますのはですね、電力とガスのシステム改革というものが進められております。で、特にこれちょっと本当に経営環境変わったということで、ちょっと今日まずはこの辺からご説明したいと思うんですが、ちょっとインパクトになるところだけご説明申し上げますと、例えばここのですね、2016年の4月、3年前から電力小売の全面自由化というものがスタートしております。一般のご家庭でも、もう 電力会社を選ぶことができる、もうそんな時代に今なってきております。それから、翌年、2017年の4月にはガスの小売の全面自由化というのも始まっております。手前どももですね、東方ガスさんの供給区域内におりまし、におきまして、
ガスの氷というものにも参入をしております。それからこの後来年の4月、2020年の4月なんですが、この送配電部門の法的分離というもの、これもですね予定がされております。ここではですね送配電、送電線だとか配電線だとかそういった部門については別会社にしなさいというですね、そういったものが実はこれ法律で決められておりまして、今年の株主総会でご承認をいただいて来年にはそういった部門を分割してまいります。そういったですね今動きがあるという会社でございます。こういったですね、こういったその経営環境の変化に中部電力どういうふうに今対応しているのか、まず会社の形からちょっとご説明を申し上げたいと思います。これがですね今現在の中部電力の会社の形でございます。ここで一つご注目いただきたいのはですね、ここの JERA と書いてあります。これ JERA と呼びます。これ東京、あとで後ほどはですねまた詳しくご説明を申し上げますけれども、東京電力と 50% ずつ出し合って作った会社なんですが、この会社の方に火力発電事業というのを今年の4月に、移管をいたしました。今火力発電所を全部ですねこの JERA という会社に移したんです。でこれは当社だけじゃなくて東京電力の持っている全ての火力発電所も全部この今 JERA の方に移管されております。であとその他にですねこの燃料の調達だとか燃料の輸送、こういった事業、あるいはですね海外での発展事業、こういったものもですね実は今すでに、この JERA という会社の方に移して、東京電力と一緒に東京電力と一緒にですねこれを今進めているという状況でございます。でこれなぜこんなことをするのかというのはちょっとまた後ほど詳しくこの辺を説明をしたいというふうに思います。で、この中部電力本体の方にはですね、例えば先ほどちょっと申し上げました送配電事業はまだ当社の中にございますし、小売電気事業や販売事業もまだこの中にございます。これがですね来年の4月にはこれもまた大きく変わります。その次のスライドになるんですが、2020年4月以降の当社の姿というスライドをご覧いただければと思います。ここではですね、先ほど、ここは変わりません。JERAのところは変わらないんですけれども、送配電事業、送電線だとか変電所だとか配電線、こういった事業をですね、これはもう法律で分離しなさいと、別会社しなさいというのが定められております。でそれはなぜかというと、こういった送電線だとか配電線はいろんな事業者様もお使いになる、非常に公益性の高いものだということで、中立性を確保するためにこれは、本体から切り離しなさいというのが法律の趣旨でございまして、それにのっとった形で今年 の株主総会におきまして、この送配電事業の分割の議案を上程をさせていただきまして、ご承認を得たところでございます。で今現在は、来年の4月の、分社に向けて今準備を進めているというところでございます。でこれがまず別会社になる、ただ 100% 子会社ですので全く関係がなくなるわけではございません。これが まず来年の春に、分社をします。それからそれでその来年の4月以降、この会社は中部電力パワーグリッドという社名にもなります。それからもう一つ、この小売電気事業、要は販売ですね、電気の販売についても中部電力当社の場合は来年の4月にこれを分離しよう、分社しようというふうに考えております。でこれはなぜかというと、実はこの販売についてはですね別に法律で定められたものではありません。これはあくまで会社としての判断でございます。やはりこの自由化ということでですね、非常に競争が激しくなってきております。もう市場の中でやはり生き残るためにはですね、やはり分社をして機動的、あら迅速に経営判断をしていかないとこれは立ち行かなくなってくるのではないかというふうに判断をいたしまして、当社の場合は小売の電気事業についても分社をするということを考えております。ちなみにですね、他の電力会社は来年の春、この送配電事業だけはを、分社するというところがほとんどでございます。当社以外はここだけでございます。この小売電気事業まで分社をするというのは当社だけでございます。
ただ東京電力さんはちょっと今実質国有化されておりますので、ちょっとあそこちょっと、覗きますと、他の電力で見ますと、販売小売までですね、分社をするというのは当社だけでございますということで、来年の4月からはこの送配電事業、これはもう法律で定められているから、中立性を確保するために分離をするということ、それから、小売電気事業の小売につきましては、市場で勝ち抜くためにこの分社をして機動的に、迅速な経営判断を、やっていこうということで、これは当社の判断として分社をするということで、来年の4月以降はこういう形でですね、中部電力というのは事業を進めていくということになります。ただですね、そういった意味ではこの中部電力株式会社というのは持ち株会社になるということが言えるんですけれども、ただここにもありますように、発電事業のうち原子力発電だとか、あるいは再生可能エネルギーについては中部電力本体が責任を持ってやっていきますという形を取らせていただきますので、あと純粋な持ち株会社というわけではなくて、こういった発電事業等もやりながら、やっていく、その持ち株会社になっていくというのが来年の4月以降の形でございます。ただここにも書いてあります通り、それぞれ、まず、送配電事業も小売電気事業も 100% 子会社でございますので、全く関係がなくなるというわけではございません。それぞれの事業の業績が中部電力の連結の方に反映をしてくるということでございますし、またジェラですね、一番向こうにございますこの株式会社ジェラについてもですね、これはまあ 100% 子会社ではございませんが、 50% の出資している関係会社でございますので、ジェラのこの業績、純利益のですね、半分 50% が中部電力の連結の業績に反映してくるという、そういった形でですね、今後事業を進めていくということになります。で、あとですね、もう一つ、そのじゃあこの中部電力 の, その株主というのはどこの株主になるんだということなんですが、これはあくまでこの中部電力株式会社、これは存続していきますので、中部電力の株主になるということは、来年の4月以降も中部電力株式会社の株式になるということ、株主様になるということで、こういった事業、こういった会社のですね、株主になるということでは決してないということでございます。その点は変わりません。で、次のスライドはですね、それぞれの会社、今回いろいろとですね、シンボルマークとかも変えております。例えばこれまではですね、ちょっと見にくい資料の一番表紙の、下にも書いてあったんです、そういったちょっとこう花のような、そういったマークだったんですが、来年の4月以降はこういったシンボルマークでやらせていただくと、この真ん中のこの空白のところはチューブで、一応これ日本列島をこう非常に荒いであれですけれども、デザインですけれども、示している、で、中部からこう、いろんなものをこう発信していくんだという、そういったものを示しているものでございます。ちょっとパワーグリッドだけこういったチューブの C というのはしって、デザインした、こういったマークを作るんですけど、こういった、シンボルマークを作って、また社名もですね、それぞれ先ほど申し上げたように配中、送配電会社はパワーグリッドという会社社名で、それから、小売の電気事業販売事業会社は中部電力ミライズと、カタカナでミライズと書いてありますけれども、これ漢字で書くと未来の、お客様と一緒に未来の絵図を描いていきたいという、そういう願いを込めてですね、いる会社でございますが、カタカナでミライズというですね、そういった販売会社を、作っていくということでございます。ということで、すみません、ちょっと走りましたけれども、中部電力の今後の姿というのは、来年以降はこのように送配電事業だとか販売事業、こういったものが分社をしていくという、そういった形で今後は事業となっていくことになります。で、次に、2つ目のところに行きますけれども、業績、株主還元方針、経営目標について、ご説明を申し上げたいと思います。まず業績の関係につきましてはですね、この、経常利益、連結の経常利益と自己資本比率の推移というスライドをご用意をさせていただきました。これを見ていただくとお分かりになるようにですね、2011年度、これ何があったかというと、
まあ、震災ですね、震災が東日本大震災がありまして、浜岡原子力発電所を全工期停止をいたしました。でその影響でですね、2011年度から13年度の3年間は非常に大きな巨額のですね、連結の経常損失を出していた、赤字だったということでございます。まあ、その間ですね、自己資本比率はどんどんこう低下をいたしまして、手前どもの財務基盤というのは大きく毀損をした、本当こんな時期がございました。こういった中ですね、お客様に大変なご負担をおかけしまして、2014年の5月に平均 3.77% の値上げをさせていただきました。でそれ以降は黒字に転じているといったところでございまして、大きく毀損した財務基盤をですね、こう徐々に今回復してきて、大体今震災前ぐらいのレベルで今来ているといった状況でございます。こうした中で、今年度の、2019年度今年度の連結の業績の見通しでございますが、連結の経常利益、今年度1850億円を見込んでいるところでございます。でこれは昨年と比べますと大きくこう増えているんですが、これはやや一時的な利益、特に燃料費がですね、今年度の前半特に安くなっていったといったところの影響が出ておりますので、まあ、1850億なんですが、そういった一時的なですね、利益を除きますと、まあ、大体1500億円ほど、実力的には1500億円ほどの、まあ、経常利益が今年度確保できそうだということでございます。ちなみに昨年度の実績は、数字上は1129億、約1130億円ぐらいだったんですけれども、逆にこう燃料費が昨年度は非常に高くなっていた時期でございまして、一時的な損失が出ておりました。ここでは木ずれと言っておりますけれども、こういった木ずれの影響を除きますと大体1630億円ほどでございました。手前とも2018年度の経営目標としまして1500億円以上の連結の経常利益を達成するんだということで取り組んでまいりました。この1630億という数字を見ればですね、そういった目標は一応達成できたんじゃないというふうで手前どもとしては評価をしているところでございます。でこうした中で、配当でございますが、配当につきましては次のスライドで配当の推移というものをお示ししてございます。震災の後はですね、先ほどの赤字になったという頃につきましては、無敗に陥った時期もございまして、皆様のご期待に添えないそんなような時期もございましたけれども、2014年度から復配をいたしまして、徐々に、増配増配を繰り返し戻してまいりました。今年度につきましては1株について中間期末合わせて50円の配当を予定をしているところでございます。またまた、というような思いもあるかもしれませんけれども、徐々に戻してきた、まあ、非常に基本的には安定配当ということでですね、取り組んでまいりましたが、そういったですね、株主様への還元方針も今年の3月に少し変えたところでございます。それが次のスライドでございます。これまでもですね、その安定的な配当、これは継続をいたしますけれども、さらにですね、今後はこの連結の配当成功としまして 30% 以上という数値目標も一応掲げさせていただきまして、今後はですね、この辺も必ずクリアをしながら、事業を営っていきたいというふうに考えているところでございますので、その辺もですね、どうぞご理解賜ればなというふうに考えております。最後この2つ目の章のですね、最後にですね、経営目標といったところをちょっとご説明をさせていただきたいというふうに思います。先ほどちょっと業績の見通し、今年度の業績の見通しの中でも少し触れましたけれども、昨年2018年度は一応1500億円以上というものを目標に掲げて、実質1630億円程度ということで、一応これも達成ができたということでございます。じゃあ今後のですね、目標値はどれぐらいかというと、まず2021年度の目標として連結の経常利益を1700億円以上にしようというのが一つ目標として掲げております。また、もう少し先2020年代の後半にはそれを2500億円以上にしようということで今目標を掲げているところなんですけれども、
このスライドでですね、ちょっと見ていただきたいのは、ここに下に書いてある数字でございます。1対4とかですね、こちらの方では1対1と書いております。でこれは何を示しているかというと、例えばこの2018年度のところを見ていきますと1対4となっております。この4というのはですね、これまでやってきた国内のエネルギー事業です。国内においてその電気を販売したりガスを販売したりという、そういうですね、事業で得た利益が1対4、いや5分の4ですね、 80% でしたというのが現状でございます。で残りはまあ海外での事業ですとか、あるいはグループ会社が営んでいるまあ諸事業でのこの利益ということになるんですけれども、これが今1対4の割合だということなんですが、これはですね、2020年代の後半には1対1まで持っていきたいというふうに考えております。そのためにはまず一つは国内のエネルギー事業をそれ自体もまあ大きくしていくんですけれども、それだけでなくてこちら側ですね、その大きなところだとか海外でのエネルギー事業、こういったものを伸ばしていきたい。でこれをの主体、主なですね担い手となるのが、先ほどちょっとご説明しました JERA でございます。でこれはちょっとまた後ほどまたですね、少し何枚かスライドも用意しておりますので、そちらのでご説明したいと思いますけれども、これの主体は主な担い手は JERA になってまいります。こういった JERA の方で、まあ、海外でのその事業でを展開していくといったところで、こういったものを伸ばしていく、海外での利益を伸ばしていく、それからもう一つ新しい成長分野というのもですね、どうでしょう、これ割合的には1割ぐらいでしょうか、1割強、こういったところもですね確立していきたいというふうに考えております。この新しい成長分野の話もですね、後ほど3つ目の章の中でご説明したいというふうに思います。ということでですね、ここで経営目標の話をさせていただきましたけれども、単に額を増やすだけではなくて、体質改善ですね、何をもってこう稼いでいくのかという中身の方もですね、今後変えていきたいという考えというふうに考えていまして、それに向けた今布石を打っているといったところでございます。この辺の話は次の章の中でお話をさせていただきたいというふうに思います。それでは、3つ目で、経営目標を達成に向けた取り組みという章の中の話をさせていただきたいと思います。経営目標の達成に向けまして、4つの重点的な取り組みというものを、掲げております。1つは浜岡でございます。浜岡原子力発電所の安全性のさらなる向上というのは1つの柱に持っている。それから、2つ目の柱として新たな時代の安定供給というのもしっかりやっていきます。それから、3つ目に成長に向けた事業基盤の強化と持続的な成長の実現といったものを掲げて、そして4つ目で新成長分野の事業化の加速というのを掲げてやっております。それぞれの柱についてですね、どんなことをやっているのかっていうのを次のスライドで、 次からのスライドでご説明を申し上げたいと思います。まず最初に浜岡原子力発電所でございますけれども、この皆様ご承知の通り1号機から5号機までございますが、今全号機停止をしております。特に1号機2号機はですね、今ありますと言いましたけれども、実はもうこれは廃炉を、にしておりまして、もう廃炉措置中、廃止の措置中という措置中ということでございまして、まあ、これはもう全く動かす予定はございません。それから、3号機、4号機につきましては、これは今の原子力規制委員会による新規制基準、こういったものを踏まえたですね、審査を受けているところでございます。手前のこととしてはやはり重要な電源ということでですね、その審査で適合性を得られるようにということで今その対応をしているといったところでございます。これ5号機につきましてはですね、ちょっと海水が流入するというような事象がございまして、その復旧方法の検討とともに、国の審査ですね、適合性の確認審査が受けれるようにということでその準備を進めているといったところが現状でございます。従いましてですね、まだ再稼働がいつになるのかといったことについてはですね、現時点ではまだまだ申し上げられるようなですね、段階にないということでございますが、まずは
この安全性を高める、そういった取り組みを今進めているといったところでございます。じゃあその安全性を高めるどんな取り組みをしているのかということで、まあ、ここではやはり紙面がちょっと限られておりますので、まあ、一例ということでご紹介をさせていただけ、させていただければというふうに思います。スライドに記載をしておりますのは本当に一例でございまして、一つはですね、防波壁で、これは皆さんもご承知だと思います。海抜22メートル、全長 1.6 キロの防波壁、午前面にもうすでにこれはもう出来上がっているものでございます。例えばこういったものも作っておりますし、あるいはですね、このソフトの部分ではですね、やはりこういろんな設備を作ってもですね、それを動かす人間がちゃんと動かなければいけませんので、こういった現場の訓練、こういったものを大体浜岡だけで年間600回以上やっております。毎日どこかで誰かがこの訓練をしているといった状況でございます。まあ、そういったですね、ハードの面、ソフトの面、両面でこう今取り組みを進めて、安全性を高める取り組みを進めているといったところでございます。ただですね、やはりそういうことをやっても、仮に、あるいは、万が一といったものが重なって、まあ、重大な事故が、重大な事象がですね、発生した場合にも備えておりまして、例えばフィルターベントといったような設備的な備えもやってるんですけれども、それだけではなくて、例えばこう、こちらに記載をさせていただきましたけれども、御前崎市さん、牧之原市さんとのこう協定を結んで、例えばこう避難に関するもの、こういったものもですね、実効性が高まるようなそんな取り組みもさせていただいている。特に、この協定の中ではですね、その高齢者の方などですね、ご自力でのこう避難がちょっと難しいという方への支援、こういったものに関してのですね、連携だとか協力、こういったものをこう、今取り組んでいるといったところでございます。こういったことでですね、まあ、先ほどの繰り返しになりますけれども、いつ頃のかということは申し上げるのでは段階ではございませんが、まずはこう安全性を高める、これがまずは第一だというふうに考えておりまして、今それに取り組んでいるといったところでございます。それでは先ほどもですね、そうですね、2つ目の柱として新たな時代の安定供給というものを考えております。で、このですね、この新たな時代の安定供給というスライドをご用意をさせていただきました。この中で、まあ、いろんなこのスライドの中に、この表の中にですね、いろんな取り組みを、こうまとめてございますけれども、ここでのですね、キーワードということ、まあ、やるべきことはですね、まず一つはこの電力ネットワークの高度化、これによってですね、電力の品質を確保するんだということとともにですね、もう一つはレジリエンスって書いてあります。ちょっと難しい言葉なんですが、最近ちょこちょこですね、新聞なんかでも出てくる時がある、出てくるようになってまいりましたけれども、レジリエンス、この言葉の意味はですね、こう設備なんかのこう強靭性だとか、あるいはこう災害にあった時なんかのこう回復力、復旧力、こういったことを示す言葉でレジリエンスと使われております。こういったレジリエンスを強化していくんだと、こういったものがですね、キーワードといいますか、こういったところに、まあ、対別すると、取り組んでいくということになります。で、もう少し具体的に、まずは全般のですね、電力ネットワークの高度化ということについてちょっとご説明をしますと、次のスライドになります。でこれもですね、すいません、ちょっといろんなことが書いてあってごちゃごちゃしてるかと思います。でただですね、これどうでしょう、こちらが左側がですね、従来の電気の流れの様子を示した図示、したものでございます。それから右側が今後、まあ、今でも、今と言ってもいいかもしれませんが、今後の電気の流れを示したものでございます。こう右と左を比べていただきますと、まあ、こちらの方がちょっとこうシンプルな図になっていて、電気の流れもこう一方向でございます。ところがですね、今もそうなんですが、今後についてはいろんなこう機器、例えばこう太陽光ありますね、太陽光で大きな、比較的広い敷地で、大きな発電、太陽光の発電をされているところもございますし、あるいは一般のご家庭でもこう屋根の上にこう、太陽光が乗っかっているといったところ も珍しくありません。こういったですね、ものが普及してきたりだということでですね、非常にこう
複雑化している、しかも電気の流れもこう双方向になっているということでですね、随分やはりこう電気の流れがですね一方向から複雑化していくと、そういう方向性に今あるということでございます。ちなみにですね、ちょっとここには書いてございませんが、太陽光もだいぶ普及してまいりまして、条件が揃いますと、例えばですね春とか秋、ちょうど今頃ですね、そういった日の休みの日、休みなんでこう工場も、止まっていて、あるいはこう、この時期なの で、 そので冷房も暖房もいらないと、非常に需要が落ち込む日 で、 でしかも天気がいいと太陽光をどんどん発電します。そうしますと中部地域で流れている電気の半分以上が実は太陽光だという日もですね、条件が揃うと出てきているといったような状況でございますですね。やはり太陽光ですと、ああいったものですと、やはりこう自然 の、 要は太陽光のによってですね、やや不安定なところがございますので、やはりそういった中でですね、安定的に電気を送るというのはやはり非常に難しくなってきていると、そういった中でもですね、どんなに会社の形が変わっても、分社をしてもですね、しっかりそこに対応して電気を安定的にお届けするんだ、これはもう、やはり電気事業者に課せられた使命なんだ、これは絶対変わらないんだということでですね、取り組みを行っているということでございます。その辺は安心してですね、今後も見守っていただければということで、このスライドをちょっとご用意をさせていただきました。それから次のスライドにつきましては、こちらレジリエンスについてのスライドでございます。先ほど申し上げたように、レジリエンスというのは設備のですね、強靭性だとか回復力、こういったものを総称している言葉でございますけれども、昨年のですね、台風の21号、24号、それからまた今年も台風被害がございました。そういった中で長時間の停電で大変ご不便とかですね、ご迷惑をお受けいたしました。で特に昨年のですね、非常に大きな被害が出ておりまして、ちょっと先に次のスライド、これご参考までにまとめたものでございますが、昨年度でいきますとですね、もう70万、21号で70万個ぐらい、あるいは24号ですと、もう瞬間的には100万個がですね、一度にこう止まってしまう、そんなですね、非常に大きな災害が昨年度は発生しております。これは中部電力管内の話でございます。で、今年の19号でもですね、6万5千個の停電ということで、大変なご迷惑をおかけいたしました。でこういったですね、災害の時に、やはり早期の復旧だとか、あるいは、事前になるべくこう被害を少なくする、そういった取り組みを今やっているというところでございます。ちょっと、先ほどのスライドに戻りますと、どんなことをやっているのか、大きく分けて3つでございます。こう自治体等との情報共有だとか連携、それから設備復旧の体制、こういったものを強化していく、それからお客様への情報発信ということでございまして、例えばなんですが、この自治体との連携の中ではですね、こんなこともやってるよっていうのをちょっとご紹介させていただくと、この2つ目のところで、こう事前の伐採協議というのもございます。これ何やってるかというとですね、昨年もそうでしたし、今年特に15号での千葉県の方で非常に大きな被害が出て、停電が長引いたというのがございました。その時に注目されたのは、倒木による被害がひどかったというございました。従いましてですね、手前のものとしてはですね、ちょっとまだまだやり始めたところでございますけれども、事前に危なそうなものを切らしてくださいというですね、そういう協議をさせていただいて、実際にこう事前の伐採をやっているといったものも、まだまだ試行的ではございますが、取り組み始めているというところでございます。それから、外部ということでありますと、他電力とのですね、応援体制、こういったものをしっかり今やってますということでございます。で、ちょっとまた行ったり来たりして申し訳ないんですが、これ今年の15号ですね、東京電力への応援体制ということで、これは逆に手前どもからこう東京電力の方へ応援しに行ったという話なんですが、高圧発電機車43台、それから要員、これは協力会社も含めてなんですが、延べ3000名ぐらい、派遣をしております。でこの折にはですね、もう台風の進路からあらかじめ、やはり東京電力管内かなり、被害が出るだろうということ
ということで、応援の要請がある前にすでにだいぶもう前進をしておりまして、もう東京電力の境目の方までですね、いろいろの方はもう進んでいたといったところもございました。逆に手前どもでそういったことがあればですね、迅速にこう応援をいただける、まあ、そんな体制も今、組んでいる、そういったことを協議をしているといったところもやっているところでございます。これから設備復旧の体制の中ではですね、まあ、いろいろシステム的なところもございますけれども、ちょっと分かりやすい例で一つこのドローンの活用というものも今非常に力を入れているところでございます。なぜかというと、やはりこれも倒木なんですね。倒木ですとか、あるいは土砂崩れなんかで、その先に行けない、その先の被害がどうなっているか分からないといったところがですね、実際にやっぱりございましたので、やはりこういったドローンでですね、これを飛ばして、その先、行けない先のですね、状況を把握する、こんなことを今取り組んでいるといったところでございます。それからあと、やはり停電の情報がなかなかつかみにくい、分かりにくいというご批判に頂戴いたしました。当時は大変ご批判を頂戴いたしましたので、例えばこの停電情報のアプリだとか、こういったものも用意してきめ細かいこう情報の発信だとか、こういったものにも今努めているといったところでございます。ただ今年は15号で千葉の方で大変大きな長時間の停電があってですね、被害が拡大しましたので、そういったところで得られたまた経験だとか知見なんかもまた生かして、まあ、ここもまたこういったものも改善していく必要があるんだろうなというふうに考えております。ということで、ここまでがレジリエンスの強化の話をちょっとさせていただきました。それから、次にですね、成長に向けた事業基盤の強化と持続的な成長の実現ということの説明をさせていただきたいと思います。このスライドで一覧表にまとめてありますけれども、次のスライドからちょっと具体的にいろんな取り組みをご紹介しておりますので、ちょっと次のスライドに移りたいと思います。19番、暮らしを豊かにするサービスの展開というものをスライドをご覧いただければと思います。お客様にですね、選んでいただくためには、まずは競争力のある電気料金メニューというのが必要であって、それがまあ前提だと思いますが、そういったものもですね、今やはり安くて、しかもお客様のライフスタイルに応じたそういったメニューもいろんな用意をしているといったところでございますし、電気とガスのセット料金といったようなものも用意しております。ただそれ以上にですね、それにプラスしてこういったサービスも今やってるんだということで、今日はご紹介をさせていただきたいというふうに思います。で、今日ご紹介させていただくのは、一つはですね、左側にありますこのドコニャンというサービスなんですが、これは何かというと子ども見守りサービスでございます。こちらにありますようにですね、このスマートフォンのアプリを通じてお子様の位置情報を正確に伝えたりだとかですね、あるいはこう、どういう経路でこう歩いてるんだというのをですね、分かるような、まあ、そんなですね、サービスを今展開をしている、ところでございます。で、このどこにあるについてはですね、その個人単位でのお申し込みだけでなくて、例えば学校単位、まあ、正確には PTA 単位なんですけれども、PTA 単位でですね、ご契約を頂戴したりだとか、そういったですね、ものでご活用いただいている、こんなサービスも今展開をさせていただいております。それから、このスライドの右側にココリモとございますけれども、ココリモというのはですね、これはいわゆる遠隔操作ができるものでございます。例えばエアコンのですね、快眠コントロールだとか、家電の遠隔操作、こういったものが可能となる、そんな、取り組みもですね、サービスも今提供させていただいている。で、こういったサービスと電気またはガスをこうセットにした販売をやって、お客様ご契約につなげていきたいというふうに考えているところでございます。それからちょっと今日詳しい説明は少し割愛させていただきますけれども、そういった一般のご家庭だけでなくて、例えばこういったビジネス向けのサービスも展開しておりまして、いわゆるこうワンストップで、いろいろこう機器のですね、こう設計、調達、施工、こういったところからですね、中部電力も絡んでいって、省エネの、推進だとか、効率、エネルギー効率、こういったものの向上だとか、こういったものをですね、一緒にお客様と考えていく、そんなサービスも今展開をしているというところで、ちょっとこれをご紹介をさせていただきます。それから次のですね、21番、
のスライドにつきましては、事業領域の拡大によるさらなる成長の実現でこんなことをやっていますということなんですが、先ほども少し最初の方でご紹介いたしましたけれども、やはり今首都圏の方で、電気の販売というのにも取り組んでおります。で、首都圏でのですね、電気の販売に際してパートナーとして、選びましたのは大ガス、大阪ガスさんでございます。今首都圏の方で中部電力と、大ガス、大阪ガスさんで、これすみません読みにくいと思うんですが、ここに入りますね、 CD エナジーダイレクトという会社を設立しまして、電気とガスの両方を合成されているというようなことですね。こういったサービスといいますか、販売を展開をしております。まあ、こういった CD エナジーダイレクトだけでなくて、中部電力からの直接販売もございますし、その他の、子会社の販売もありますが、そういったものを合わせて、いろんな販路でですね、今事業展開をしているといったところでございます。大体今首都圏で25万件ほどご契約を頂戴しているといったところでございます。それから、もう一つはこれは中部地域においてなんですが、中電エナジーサービスという会社を設立しております。で、これは何かというと、ここでの売りはですね、このサービスショップですね。ガスさんだとよくサービスショップというのはこれまでもあったかと思うんですが、電気ではなかなかそういう売り方がこれまではしておりませんでしたが、ガスも売ることになりましたし、電気、ガス、それから先ほどのどこにあったとか、そういったサービスのセットで売りましょうということで、そういったものを進めるサービスショップというのを今、この、中電エナジーサービスという会社でですね、進めているといったところでございます。それともう一つは、これは法人のお客様向けなんですが、中部ガスさんと、共同でこの CS エナジーサービスという会社も設立しておりまして、これはどちらかというと法人向けで、例えばガスですね、石油だとかそういったものをお使いになっているお客様の、ガスへの燃料の転換だとか、そういったものをご提案して、サービスの提供をしている、そんなような会社も今、設立をしているといったところでございます。だから、次にですね、この再生可能エネルギーの積極で拡大ということで、再生エネルギー、再エネについてもいろいろ取り組みを行っているところでございます。やはり電力会社というのはですね、発電に際して非常に CO2 の排出量の多い、業種でございます。手前どもも大体日本の で排出している CO2 の 4-5% ぐらいを実は手前どもが割合として占めているといったところでございます。大体年間で昨年度の実績で5400万トンぐらいの CO2 を排出している企業でございます。従いまして、やはりこれをですね、できる限り低減していこうという取り組みも今やっているところでございます。それでまず一つは目標値としましてですね、現在持っている再エネをですね、ほぼ倍近く持っていこうというので、2030年頃までに200万キロワット以上のですね、新しい再エネの開発をしていこうという目標を掲げて今取り組みを行っているところでございます。で、この200万キロワット以上の新開発ができればですね、大体、年間で300万トンぐらいの CO2 の削減効果が出るだろうというところでございますし、例えばこういったその一例としましては、四日市バイオマスと書いてございますけれども、バイオマス燃料、こういったものもですね、燃やす、そういった発電所も今建設もしているところでございます。それから次に冒頭から何度か出ておりますこのジェラについてですね、やはりここは事業基盤の強化だとか持続的な成長について、当社のですね、事業持続的な成長においてですね、大変重要な今後地位を占める、そんな会社に今なっておりますので、ちょっとここでご説明を申し上げたいというふうに思います。この JERA という会社はですね、2015年の4月に東京電力と、半々で出資率50対50で設立した会社でございます。で、狙っているのはここでございますように、国際エネルギー市場で、競争力のある、互角にですね、戦っていける、そういうグローバルなエネルギー企業を目指すんだということで、このJERAという会社を作っております。
で、設立をしてからですね、もう燃料の調達事業ですとか、あるいは燃料の輸送事業、あるいはその海外での発電事業等を順次こう移管してまいりまして、で今年の4月に、火力発電所をですね、全てこの JERA の方に移管をしております。でやはりですね、このあの、まあ、先ほどもですね、その今後体質改善をしていって海外発電事 海外との事業で、利益を稼げる、そういうですね、会社になっていくんだと目標を掲げているという話をさせていただきましたけれども、この会社はここにありますようにこのグローバルのエネルギー企業を目指すということで、まあ、特にですね、そのまだまだ成長が今後見込めます、こう東南アジアですとか北米だとか、あるいは中東地域、こういったところでのですね、事業を今展開をしているというところでございます。それはあの海外での事業なんですが、国内は先ほど申し上げたように東京電力が持っていた火力発電所と中部電力が持っていた火力発電所、こういったものも今このJERAの方に投稿しておりますので、大体ですね、国内の半分ぐらい、火力発電の半分ぐらいはですね、この会社が占めるぐらいの、そういった大きな割合を持った今発電会社、エネルギー会社になっているということでございます。その辺の数字はちょっと次のスライドに、掲げてございます。先ほどもちょっと申し上げたようにですね、今年の4月に、中部電力と東京電力が持っている火力発電所をこの JERA の方に全部移管しましたので、今この企業はどんなことをやっているかというと、燃料の蒸留ですね、燃料を掘るところから、まあ、あるいはそのいろんなこう、トレーディングなんかで調達するところから、輸送をして、それでいや持ってきて、それで発電をして、それをこう電気の卸販売をするという一連の流れを持った今会社になっております。燃料をこう調達してきて運んで、それで、電気を作って卸販売する、そういう、まあ、いわゆるそのバリューチェーンと言ってますけれども、要はそういった、事業のつながりを持ったそういった会社に今なっているというところでございます。でこういった会社でございますので、まず一つ非常に大きな効果があるのはスケールメリットでございます。やはり当社単独でですね、従来通りこう火力発電をやってきた時と比べますとですね、非常に大きな効果がその面だけでもですね、期待ができるということでございまして、例えばですねすいません、ここにLNG の取扱規模って書いてございます。 LNG は液化天然ガスでございます。で今発電の主力は、まあ、この液化天然ガス LNG でございます。昨年度当社で発電した電気の半分ちょっとはこの LNG を燃料にした火力発電でございました。まあ、それぐらいですね、今燃料の主体はこの LNG になっているんですけれども、LNG の取扱規模年間で3500万トンというのはですね、これはもう世界最大級のバイヤー、買い手でございます。従いましてですね、スケールメリットといいますか、そういった強い地位をですね、活用して、今までにはですね、ちょっと考えられないような価格の面ですとか、あるいは取扱い条件、こういった面で非常に有利なですね、契約に結びつけているという例ももう既に出てきているという状況でございます。それから、まあ、こういった、事業の流れ、こういった燃料の蒸留から発電に至る、まあ、こういった流れを持っている会社でございますので、そういったところで中部電力と東京電力が持っているそのノウハウとか、あるいは人材を投入しております。従いまして、さらなるその効率化だとか、あるいは新しい事業、こういったのにも、どんどんこう、まあ、進んでいこう、ということで考えているところでございまして、まあ、特に海外での事業ですね、単に海外での、その、プロジェクトに参画するだけでなくて、例えば海外での、その発電所の運営管理、保守点検ですね、こういったものも請け負っていく、そんな事業にもですね、今後大きく、幅を広げていくということでございます。先ほども申し上げた通り、これは出資比率 50% でございますので、この JERA の純利益の半分が当社の経常利益の方に反映してくるという、そういう構図になってまいりますし、この JERA という会社は多分中部電力だけでなくて東京電力のですね、今後のこう価値
の向上にもですね、非常にこう大きな、役割を持つ、そんな会社に今後なっていくということでございます。いや、もうすでになっているということでございます。それから会社のですね、最後としまして新成長分野での事業化の加速ということでですね、当社として考えているところは新しいコミュニティの提供、すみません、もうちょっと詳しく言うとですね、この、社会構造の変化に対応した新しいコミュニティの形の提供というものを考えているということでございます。それはどういうことかというと、やはりコミュニティの希薄化、やはり都市部においてはこう人間関係がこう希薄化しているといったところもございますし、もう少し地方の方へ行きますと、もう限界集落ではありませんけれども、もうコミュニティ自体をこう維持するのが難しくなっている、まあ、そんな中でですね、いろんな諸課題が今出てるんじゃないでしょうかということでございます。でそういった中で、まあ、ここでちょっと当社のグループのアプローチと書いてありますけれども、何を考えているかというと、今までのつながり、それはご契約を頂戴していったといったところもございますし、実際こう線で結ば電線で結ばれておりますので、そういったですね、その結びつきの中でいろんなデータも持っております。そういったものを個人の生活の質の向上にもつなげられるのではないかというふうに考えている。それからもう一つは、まあ、端的に言いますと、複数の社会インフラと言っておりますけれども、一番皆さんが目にするのは多分町中に張り巡らされた配電網、要は電柱でございます。ああいうですね、電柱なんかもですね、こうそういったこうなんかこう社会の、新しいコミュニティの形の中に役立てることができるんではないかというふうに考えているということでございます。で、それをですね、進める時のキーワードはいろいろ、すみません、あっち行ったりこっち行ったりしますけれども、一つは低炭素化、お客様起点化、デジタル化、こういった技術も活用してやっていくと、これが社会のために役立ちながら、かつビジネスにもなるんではないかというふうに考えているということでございます。今言葉で申し上げたのもですね、図に示すと次のスライドのようになるんですが、これもいろんな思いがちょっと詰め込みすぎてですね、逆に分かりづらいと思います。従いまして、ここでやりたいことの一例をですね、もう一枚次のスライドの方でちょっとまとめてございますので、ちょっとそちらの方をご覧いただければと思うんですが、これはこれから電気というサービスを、まあ、やってるんですが、これは例えばですね、このビットこう固定燃料、固定価格で例えば太陽光なんかはですね、買い取りますよという国の制度、これは一般のご家庭だとこう10年間が固定買い取りの期間が定められていて、その間は例えば、1キロワットアワーあたり48円で買い取りますだとかですね、そういうふうになってたと思うんですけど、そういったものが10年間満了を迎えるお客様が今後いっぱい出てまいります。でそういった時にですね、例えば継続してこう中部電力に営力に売るといったことも実はもうメニューとして手前でも用意しておりますので、さすがにちょっと今まで通りの価格ではないんですけれども、買い取りますよというサービスも今展開をしているところでございますし、あるいは余ったものを離れて暮らす家族へシェアしたい、こういったものにも、要はこれから電気という中でですね、こう送っていただくことができますよということですし、あるいはですね、こういった買い取ったもの、あるいは手前ともでも水力発電だとかいろいろ再エネの方を持っておりますので、例えば CO2 フリーメニュー、CO2 を発生させない電気で電気が欲しいんだというお客様にそういったメニューをお届けする、若干やっぱり割高なんですけれども、こういうサービスもさせていただいております。まあ、こういうようにこういわゆるプラットフォームと言っておりますけれども、こうお客様とお客様をこうつなぐような、そんなようなことでですね、社会のニーズのにもいろんな諸課題にもですね、の解決にもこう貢献できるような、そんなですね、サービスの展開も今始めているところでございます。まあ、これはちょっと一例でございますけれども、先ほどこの新しいですね、成長分野、特にこの新しいコミュニティの形ということでいきますと、先ほどちょっとご紹介しましたどこにゃんというのもそうですね、子どもを見守りサービス、こういったものもそういったものの一例でありますし、あるいは見守りポールというのもございます。電柱にですね、例えばこう、防犯カメラ、こういったものをつけて、例えば自治会なんかでそういったものを運営していただいて、防犯に役立てていただくだとか、そういったサービスも今始めております。まあ、そのように、まあ、やはりちょっと社会の方がやっぱりこう希薄化している中で、
中部電力が役に立てる部分があるのではないか、それも必要につなげていきたいということで今取り組みを始めているといったところでございます。で最後にですね、ESG ということなんですが、手前どもとしましては、先ほど今ですねご説明したコミュニティサポートインフラ、新しいコミュニティの形を提供していこうというもの自体が実はこう ESG、いわゆる E ですね、環境、S、社会、それから G、カバナンス、こういったですね取り組みそのものではないかというふうに、考えておりまして、その取り組みを今進めているところでございます。またガバナンスについていきますと、皆さん多分今関西電力さんの件がやはりどうしても気になるというところかと思いますけれども、まあ、その辺は今ですね10月の初めの段階で当社につきましては一応口頭では関係者に確認してそういったものはないということだったんですけれども、さらにその弁護士の入ったコンプラ推進会議というのを持っておりますので、そこが今調査をしているというところでございます。また多分近々そういった結果どうでしたというのをですね、ご報告できるところもあったと思いますけれども、今そんなことをやっているというところでございます。それもちょっとご紹介をさせていただきました。ということで、すみません、最後ちょっと走りましたけれども、手前ども非常に申し上げたようにですね、非常に今大きな転換点で、会社的にはですね、第二の創業期じゃないかというふうに言っている、ところもございます。そんな中で中部電力、他電力と比べましてもですね、積極的な取り組みをしている会社ではないかなというふうに考えております。一歩先をですね、こう取りに行っている、そんな会社ではないかなというふうに考えておりますので、ぜひですね、今後、当社への、投資そういったものをまたご検討させてですね、ご参考にしていただければというふうに思います。どうもご清聴いただきましてありがとうございました。